はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。N フラワーのホームページと N フラワーの公式 Facebook ページの方で7月の月間フラワー賞を発表させていただきました。こちらではその月間ベストフラワー賞に入った選ばれた作品を良かった点をこちらで公表していきたいと思います。この、ね、公表も前後に分けて2回で分けていきたいと思います。はい、まずこの阿久津節子さんのこちらが作品です。この作品の良かった点はこう右側にある向かって右側にある色のカラー、そして色のドラセナ、まあ、色の入った画材からグリーン、そしてグリーンの枝、銅弾続きがピュッと伸びてますよね。この色火災のところのカラーの前後の力の分散、それからドラセナの葉っぱを丸めた先の動き、この辺りの動きがもう絶妙でグリーンへこうタッチしてるんですね。さっとこの絶妙さも素晴らしかったです。もうこれ以上のものはありませんね。おめでとうございます。次、こちらの作品は芦田翔子さんの作品ですね。これ M フラワーの縦型縦っていう、デザインスタイルのなんですけれども、このアップダウン、もう上のねアップダウンのこの振りですね、葉っぱと花の振り、そして下に大きい百合の花とかが入ってきてるんですけど、そこ の中のアップダウンのあと下に入ってくる葉っぱの絶妙な感じ、この辺りのまとめ方が素晴らしかったです。はい、おめでとうございます。次、磯部美恵子さんの作品です。こちらもやっぱりこの上のなんかこうお花って長さを出せば長さを出すほど空間取りが難しくなってくるんですね。でそこに、まあ、前の芦田さんもそうでしたけど、この磯部さんも結構こうお花が交錯していくんです。ただそれがねもう全部絶妙に入ってるから素晴らしい作品に仕上がってます。本当にねとても良い作品を見せていただきました。ありがとうございます。次、芹沢恵子さんの作品です。これねもう花全体の流れがもう絶妙ですね。本当こう左側に出ていく、枝ですね、調整レンゲの枝ですけれども、カラー右のカラーから始まって調整レンゲまでところの動きですね。で途中にループの葉っぱのループが入ったアクセントラインが入ってきて、その中に花を見せる絶妙さ、もうこの辺り本当にこのライン取りが素晴らしい作品でした。アップダウンも素晴らしい作品でしたね。おめでとうございます。はい、次に本部インストラクターの柿原幸子さんの作品です。この花材の、まあ、強い花材をいっぱい使ってるんですね。それがこうモッタールですけれども、この森の中にモッタール中にアップダウン、微妙なアップダウンがあって、そのアップダウンがうまく入ってるからこう強い作品がまとまってるんですね。ただただ強いんじゃなくて、強い作品の中にこう動きがあって、その強さがこう分散されていくっていうか、放出されていくっていうかね、とてもねこうそのこれだけの飾りを使うとなかなかただ強烈な作品に仕上がってしまうんですけど、そこにこう風を感じるような雰囲気を作るのは難しいことですね。本当に素晴らしい作品です。おめでとうございます。次に、佐藤恵子さんの作品です。こちらの作品はですね、花束なんですけれども、ニューサイランの動き、後ろに止めてニューサイランをバックにして、その手前にもうニューサイランでねこうワーキングをしたんです。ループを作って、そこに、まあ、花の種類は少ないんですね。アンスリウムとシンピジウムなんですけれども、そこにポンポンと持ってきたそのリズミカルな感じですね。もうこれが絶妙に、うん、本当にこう目を引く作品でした。これがまた花束っていうのが素晴らしいですね。まあでもこれね、実はアレンジだと多分成立しないんですね。本当花束でこれをしたっていうところが絶妙なんだと思います。はい、おめでとうございます。
はい、こちらが寺内すみ子さんの作品です、この作品はもう右上からこう左下に向かっていくね、この流れです、これが絶妙なんです、まあ、ただその一本の流れの中にループのこう動きを作ったりとか違う動きを作っていくんですね、これをねしながらまとめていくっていうところがものすごい大変な作業なんだけど、バッチリハマってるところが素晴らしいんです。いや、なかなかこの作品は作れないと思います。おめでとうございます。これからも良い作品を作ってください。次にこちら神田和子マスター講師の作品です、これはもう本当に左側の向かって左側の葉っぱのこう動きですね、それで全てをこうなんだろうな、そこにね実はデルフィニオンは立ってるんだけど、そのデルフィじゃないんですよ。この作品、この左側の葉っぱのワーキング、もうここに限るんです。これがあるから全てが生きてるんですね。この見せ方のバランスっていうか絶妙さが素晴らしいです。ものすごくこうテクニックを感じる作品でした。おめでとうございます。素晴らしいです。次、ひとみなつこさんの作品ですね、これはもう徳佐の返しとこの義眼ですね、義眼十分、これサマードラマだと思うんですけど、こちらのこのリズミカルな動きの下に同じポップな動きが入ってくるんですね。でそのポップな動きをこの後ろにバックにあるモンステラでバシッと押さえてる、この辺り本当にこう絶妙でしたね。本当こう うまさを感じる作品でした。おめでとうございます。またねこの次まだ今月ベストフラワー賞ありますので、この続きは次の動画で紹介していきたいと思います。入賞した皆さんおめでとうございます。また頑張ってください。ではまたパート2につなげていきたいと思います。よろしくお願いします。